国内総生産も国民所得も20年前の水準に落ち込んでいます。勤労者世帯の年収はピークの時から平均して100万円も下がっています。国民の所得が減り続け、日本の経済の成長がずっと止まったまま、こんな国は先進国の中でも日本だけです。どんな国でも経済を発展させようと思えば内需を温めるということが重要です。その内需の大部分は家計消費、国内総生産の6割近くに上ります。輸出などの外需がいかに伸びても、それが国内の需要や投資につながらなければデフレ不況から脱却することはできません。国民の所得が減り続け、消費が落ち込み、内需が冷え込む、このデフレ不況から脱却するために今必要なことは、国内の内需を活発にする政治へと転換をすることです。原発ゼロの決断をしたドイツでは、原発関連の雇用が3万人に対し、自然エネルギーは38万人、実に13倍の雇用が生み出せています。即時原発ゼロのこの政治決断を行い、可能性に満ちたこの分野に本腰を入れて取り組むことこそ必要だと考えます。